キュッキュッキュッと押してあげると綺麗な S 字ができます。チョキチョキこんにちは、表参道ヘアアーティスト、あやまねです。今回はウェーブ巻きの上手な巻き方を紹介していきたいと思います。ウェーブ巻きってふんわり感もあって可愛いですよね。ただ右側のウェーブはうまくできるけど、左側のウェーブはうまくできなかったり、特にウェーブの強さやウェーブの位置がバラバラになってしまったり、ボリュームが出すぎちゃう、うまくできないって悩んでる方たくさんいると思います。なので今回はウェーブ巻きの上手な巻き方を詳しく解説していきたいと思います。この動画を見ることでウェーブ巻きマスターできちゃいます。髪の長さがボブ、ミディアム、ロングでも共通して言えることなので、ぜひ参考にしてみてください。では早速やっていきたいと思います。まず巻く前にじゃん、ブラッシング必ずやってください。やっぱり髪の毛ってどうしても絡まってますよね。この絡まりをほどいてからの方が仕上がりは全然綺麗になります。このブラッシングだけでかなり変わるので、必ずブラシで髪を溶かしてからアイロンを通すようにしてください。そしてブラッシングする時の注意なんですけど、最初から根元からがっつりブラシを通してしまうと、どうしても髪の毛には絡まりがあるので引っかかってしまいますよね。それを無理やり解こうとすると頭皮だったり髪の毛に負担がかかってしまうので、必ず下から順番に髪を溶かすようにしていってください。はい、これで絡まりがなくなりました。はい、そしたら次は髪の毛をブロッキングをしていきます。まずは髪の毛を半分で分けます。右と左です。そうしたら今度はこの鉢あたりで髪の毛を上下に分けます。そしたら上の部分は邪魔にならないように、こういったピンなどがあると便利ですね、止めていきます。ない方はゴムで縛るなどして邪魔にならないように上でまとめておいてください。そうしたら次は下の部分を耳を中心に前と後ろに分けていきます。こんな感じです。髪の毛をちゃんと分けてあげることによって、どこを巻くかも分かりやすいし、毛束が少ないことによって少ない毛束で巻けるので、熱の伝わりも均等になって綺麗にウェーブ巻きをすることができます。ここまでできたらアイロンを準備していきます。今回私はヘアビューロン 4D プラスの 26.5mm を使っていきます。温度は160度です。では早速巻いていきます。まず髪の毛を巻く前にアイロンスルーをしていきます。アイロンスルーっていうのは、一度髪全体にこのように熱を通すことです。このアイロンスルーで巻く前にアイロンの熱を全体に通すことによって、キューティクルが整ってツヤが出ます。この時のアイロンスルーのポイントは、少しこのクリッパーを浮かせながらスルーさせると引っかかりにくく、綺麗にアイロンを通すことができます。アイロンスルーができたら毛先を外ハネにしていきます。こんな感じです。後ろの髪も同じようにやっていきます。アイロンスルーをしてから毛先を外ハネ。この時注意するところは、毛先をグリグリに巻きすぎないことです。この毛先の外ハネがもうぐるんとなってしまうとウェーブ感が出しづらいです。でもあんまり緩いと巻きがすぐ取れちゃうっていう人は、多少強めでもいいんですけど、ワンカール以上は巻かないようにしてください。これを全部ぐるんと巻きすぎてしまうと綺麗なウェーブもできないし、ボリュームも出すぎてしまいます。ここまで外ハネができたら、次はこの外ハネの一つ上の位置を内巻きにして S 字カールを作っていきます。この時も最初のブロッキングと一緒で、前と後ろに分けた状態で巻いていきます。今はこのように毛先が外ハネになっているので、この一つ上を内巻きに巻いていきます。この時にコテに沿わせるように上の部分をキュッと押してあげると、綺麗な S 字を作ることができます。はい、そしたら次後ろの部分も同じようにやっていきます。今は毛先が外ハネになっている状態です。その上を髪の毛に対して垂直にアイロンを挟んでいきます。そして内巻きに巻いたら、さっきと同じように上の髪をアイロンに沿わせてキュッキュッキュッと押してあげると綺麗な S 字ができます。こんな感じです。下の段がまず S 字にできたら、次は今さっき置いておいた上の段も同じように S 字カールを作っていきます。
この時も耳を中心に前と後ろに分けていきます。髪の毛が多くて2つに分けただけじゃ巻けないっていう方は3つに分けてもよし、4つに分けてもよしです。巻きやすい毛束を取っていきましょう。はい、ではまずアイロンスルーをしていきます。ある程度ツヤが出たら毛先を外跳ね、後ろの部分も同じように巻いていきます。後ろで巻くのは巻きづらいので前に持ってきて巻きやすい位置で巻いていきましょう。アイロンスルーをしていきます。毛先を外跳ね、外跳ねのすぐ上部分に S 字カール内巻きを作っていきます。髪に対して垂直に挟んでコテの丸みに髪の毛を沿わせます。優しく離すと S 字カールです。後ろ側も同じようにやっていきます。毛先が外跳ねになっているのでそのすぐ上の部分を内巻きに巻いていきます。髪をコテに沿わせるようにキュッキュッとやってあげると綺麗な S 字カールができます。これだけでも可愛いんですけどさらに動きを出したいのでこの表面の今巻いた部分だけさらにプラス一つウェーブを足していきます。さっきは前と後ろで分けて毛先の S 字カールを作っていたんですけど次は表面なので1つ目2つ目3つ目と3束に分けてウェーブを作っていきます。毛先の S 字カールのすぐ上を次は外巻きに挟んでいきます。この時も髪に対して垂直にアイロンを挟みます。さっきと同じようにコテを沿わせてあげます。こんな感じです。そしたら次最後の3束目を巻いていきます。最後の部分を同じように外巻きに髪の毛を挟んでいきます。こんな感じです。右側が終わってこんな感じです。外巻き内巻き外巻きです。これだけでも右と左結構変わりますよね。このウェーブ感だけでもすっごい可愛いんですけど最後に表面の毛束を細かく取って巻いてあげるとさらにふんわりして可愛くなります。はい、では表面を巻いていきます。まずは顔周りからもう本当にこれぐらいの細い毛束で大丈夫です。細いほどふんわり感が出て可愛くなります。顔周りは外巻きに巻いていきます。次はこのもみあげの部分もこれくらい細い束で巻いていきます。ここも外巻きです。この顔周りともみあげの部分を外巻きに巻いてあげると顔と髪の毛の間に隙間ができて小顔効果があります。はい、そしたら顔周りともみあげが巻けたので次は後ろの部分の表面の毛束を巻いていきます。だいたい量は 1,2,3,4,3,4本巻くだけでも全然変わってきます。この時は内巻きでも外巻きでもミックス巻きでも大丈夫です。ポイントは細かい毛束で巻くことです。私は全部外巻きに巻くのが好きです。外巻きに巻けば大人っぽい雰囲気になるし内巻きに巻けば女性らしい可愛い雰囲気になります。これで表面全体が巻けたらほぐしていきます。手ぐしを通すように優しくほぐします。ほら見ていい感じのウェーブ、さっきと全然違くないですか。はい、今右側が完成したので次左側をさっきのポイントを押さえながらやっていきたいと思います。はい、これで両方巻けました。こんな感じです。全体が巻けたら次はスタイリング剤をつけていきます。今日はこちらの N ドットのナチュラルバームをつけていきます。これは程よいウエット感が出て束感も作れるめちゃめちゃいいスタイリング剤です。量はだいたい爪1個分ちょいぐらいです。手のひらで温めて溶かしていきます。全体に馴染んだら下から揉むように馴染ませていきます。完成しました。程よいウエット感、程よい束感、ポイントだけ押さえればウェーブヘアも簡単にできちゃいます。ぜひ参考にしてください。はい、ということで今回はふんわり可愛いウェーブ巻きの紹介でした。参考になった方はいいね、チャンネル登録お願いします。下にコメント欄もあるのでたくさんコメントお待ちしております。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。